じゃあ、とりあえず、今日何日だっけ？ 1月13日、13日？そうですね、1月13日木曜日ですね。とりあえずね、昨日、まあ、GM から宣言状出たんですけど、まあ、なかなかホームページの方ね、ポスターとか出なくて遅かったんで、まあ、今日撮ろうかなってことで今日撮っております。まあ、一応ね、今、まあ、お昼前のね、まあ、12時半ってことでね、まあ、あと1時間半くらいしたらね、ゴミックスのから、まあ、新製品情報出ますんで、まあ、とりあえず生放送見ながら、昼飯かなんかは食おうかなと思うんで、まあ、それまで一応ね、GM と、まあ、OK。マージャンか？まあそうですね、ゲーム動画かなんか、撮影終わらせたいかなと思いますね。とりあえず今回の新発表はね、結構間が空きます。前回はね、確か6月頃の発売だった予定だ気がするんですけど。あれ違ったっけ？確か先月6月だよな。一応そうですね、再生産の、JR 九州の 817系とか、近鉄方面の、これは新品になるのかな？そうですね、新品の、JR 九州方面と、近鉄方面が、まあガッソリ6月だったんですけど、今回はね、まあ、臨時発表ってことで、まあ一製品、一種類しかないですけどね、まさかの、明治9500だっけ8月ということで出ております。まあ来年ね。まあ8月なんでね、まあ来年のボーナス争奪戦を狙ったのか、それとも今ちょうど、明治用のティールカプラーか。まあ俺も YouTube で見て、あんまり詳しくは知らないんですけど、まあ明治用のティールカプラーが今、ごっそりガッソリないってことで、まあ、だから多分そんなすぐのスパンではね、製品化しないのかなっていう気もするんですけどね。まあ、とりあえず新規金型、今回、明鉄の9500系、こちらですね。明鉄の最新、ごめんなさい、最新通勤車9500系、既存の戦車の細かな装備点を、新規金型で再現ということで、出るみたいです。まあ、一応ね、今回のロット、奇跡点灯仕様でね、付属セッカーは、選択式ということで、そうですね、まあ、一応、多分もう GM はね、まあ、付属、ごめんなさい、奇跡選択式、まあ、これが多分主流にこれからなるのかなって気もしますね。ちなみにこれ9500系っていうんですね、確かさ、あれ、なんだっけ、ちょっとすまんね。確か、こいつのさ、2両編成かなんかって最近デビューしなかったっけ？なんか YouTube で見たんだけど、なんかこいつの2両編成用だか、4両編成だよね。多分2両編成用か。なんかあったって聞いたんだけど。ちなみに2両編成のが9100系って言うんだ。いいね。今の時代ってさ、会社名とさ、形式打てばさ、なんでもかんでもすぐにさ、ごっそりがっそり出てくるからね。あれでもなんか最近なんか、あれだっけ、なんか新車出なかったっけ、出てないか、名鉄。まああんまりね、まあ俺赤い車乗ってたら、まあどちらかというと軽挙の方がね、少ないんですけど、まあ軽挙とりあえず、ね、今人身事故して止まっちゃってて、まあ本当に写真撮りに行ってたんですけど、俺すいません、10分前まで寝てました。寝てたんですいません、撮影出ないんだよね。なんか生麦で人身らしくて、上り列車かな、やったのが。で、もう当該列車も動いちゃってるみたいなんで、すいません、撮影出ないんですよね。申し訳ないです。名古屋鉄道、名古屋鉄道。うわぁ、ちょっと待って、名鉄、その編成表ないよね、ちょっと待ってくださいね。名鉄編成表。まあ、とりあえず、じゃあ、先に今、あれか、商品ページ出しましょうかね。ちなみに出たんだけど、名古屋鉄道の編成表は、一応今回ね、4キロ増、ごめんなさい、4キロ増ってことはね、基本 Z に動力付き、そして、増結のはね、動力なしの、まあ、8両でも、8両って言うんのかな、とりあえずね、まあ、4両につなげてもいいし、まあ、既存の、車両に、まあ、つなげてもいいって感じの、動力ありなしで、今回採用されてます。ちなみに、もっと見る。ちなみに、名鉄全部で41系式あるんだ。あ、そっか、それは1000系に2000系とかいろいろあるから、それはそんなになるか。4000、ごめんなさい、9500か。9500。あれねえな。9500だもんな。そうですね。9500がちょっと見つからないな。あったあった。9500系と9100系自体は、デビューは一応おととしの5月なんで、まあ一応ね、今年のまあ5月とかね、早くてデビューは、そうか、2年って感じか。で、2両編成の子たちに関しても、まあ遅い子たちで去年の4月とか、早い子たちでやっぱりおととしの5月とかなんで、そうですね、だいぶ時間は、経ってきます、ね。で、4両編成の方がね、2019年からデビューしますんで、まあ今年で3年目ってところみたいですね。ちなみになんですけど、俺がさっきなんか2両編成が導入されたっていうの。多分これかな ?2021 年の4月去年の4月に、導入されてますんで。そうですね。あと9601とかってやつも、ちょこちょこと出てきてますんで。多分その辺かなと思いますね。まあ、一応今回、こちらですね。名鉄線が、3年前か。3年前にデビューした次車両。3300系、3350系ベスト車。先進性を加えた車両。正面は名鉄からスカーレットレッドを対応して、名鉄車両に進む。LED テレビと組み合わせることで、成功でシャープな印象に仕上がってます。確かに悪くはない。そして座席はオールドフリーと全車両に優先席とフリースペースが設置されてます。で、トップナンバーが、この第一編成かな、多分。
9501なんで、そうですね、一応第一編成っぽいですね。新金型、メタ最新月車両新化、車体ガシャ機器がね、スカート新規製金型、車両番号、対空表示、これなんか全部一冊見、種別、行き先、あと、ドアステッカーとかじゃね、まあ、選択式で、ステッカーと。列車の際のユーズボックス、信号変換ユーザー取り付け、ベンジータ開き、体調効果、走行中で取ると、標識と全面行き先表示が白色、テラルと席上点灯と。一応、基本セットのみ、動力搭載します。ということで、基本セット。そして、造形セットが同じやつで、造形は第二編成って感じになっております。まあ、そうですね。悪くはないのかなと思いますね。まあ、個人的なことが、今回ね、4両の製品化しか出てきてないので、まあ、これからね、2両がモーター付きで出るのか、それともモーターなしで出るのか、まあ、そこかなと思うんですよね。一応、今回、動力車に関してはね、中間の方に入ってますんで、一応、ここですね。中間のパンタなしの、車両に入ってますんで、まあ、そうですね。2両セットが出てくるのか、どうなのかなって感じがするんですけども、まあ、一応どうですかね、まあ来年、まあ、今年の8月ってことなんでね。まあ、多分、予約、まあ一応なんか、なんか、メーカーのやつ見たら、予約に関してはね、来月、再来月か、3月いっぱいまでなんか予約ですよみたいな感じで書かれてたんで、まあ2月の下旬ぐらいにはある程度の予約制が出てくると思うんで、まあそれを見計らって、多分、まあ2両セットの方も、まあ新、あの製品化するのか、それとも、まあ時間が空くのかって感じにはなるんですかね。まあ意外とでも、GM って、なんていうの、そこまで、こう、あの、まあ、なんていうの、その、長期スパンでスパンスパン出すメーカーじゃなくて、まあ、出すときは短スパンでポンポンって出すんで、まあ、だから一応発売されてから来月8月、なんでまあ、ごめんなさい、今年8月。なのでね、今年の7月か、まあ、6月頃には、まあ、早ければね、もう2両セットの方も製品化されても、おかしくはないのかなとは個人的には踏んではいるんですよね。ただ、名鉄に関してこれ、全くもって知らないんですよね。あの、名鉄だとなんだっけな、コンボムトレインとかなんかっていうのが3000系だか3300系だかなんかに、4両編成のか。あいつだからなんかラッピング電車がちょこちょこ入り方ぐらいしか本当に知らなくて。でしかも名鉄で持ってるのが唯一っていうのが本当にエヴァとあのブルーライナー。両方ともラッピング電車しか持ってなくて、しかも時代設定もバラバラ。まあなのでね、ミュースカイの、なんだっけな。確かミュースカイが今ね、全面の貫通扉開くやつも出たし、まあそれこそ、あとなんかあったっけ。まあとりあえず名鉄もね、あの1700系か。あれが引退しちゃって、全車が2000系になったりもしたので、2000系2000系か。そういう意味で言うとね、ちょっとね、個人的にはね、名鉄欲しいなと思ってるんですけどね。まあ、なかなか、あんまり名古屋行くことないですからね。そうですね、名古屋行くことないんでね、あんまり買えないですよね。まあ、一応、急行、豊橋ギガプロセスと。まあ、後ろに2両編成も連携しているように、何か、その辺のパーツをつくのかな。どうなんですかね。まあ、ドローバーが作って1台の機体がないんで、まあ、多分、下手したら、まあ、多分、皆さん、多分、あの、なんていうの、スカートとかのパーツぶち切って、まあ、TN 化したりっていうのが、あ、そうか。もともとこのダミーカプラーすれば TN 化にはできるのか従来のやつって。どうなんだろう。俺基本的にあの、ドローバーぶっ壊して TN 化するんじゃなくて、あの、スカートについてるもともとの連結器ぶち壊して、あの、ドローバー全然ぶち壊して、あの、TN 化しちゃうんで。まあ、ぶっちゃけし、スカートなんかはね、この辺なんか切り刻めば、接着剤でガチョーンと固めちゃえばどれでもなるんでね。まあ、申し訳ないですけど。俺はそっちやっちゃうんですよね。まあ、結構なんか、かっこいいですね、この顔。うん、俺は好きだね。なんか、名鉄でも赤一色とか、まあ、赤に出してクリームとかだったんで。そうですね。まあ、エコムボトリーは青だ、緑だ、いろいろあるんですね。なんか、これはそうですね。名鉄らしさで。そうですね。どちらかと俺は好きですね。ただ、値段が高いんですよね。4両で一応2万4000円。ちょっとこっちですね。4両で2万、まあ、約2万5000円か。で、造形税とか2万2000円かな、確か。今、まあ、一応税、まあ、税込みで2万2000円と。なので、仮の話なんですけど、これ8両買った方がいいって、4万6000円するんですよね。結構いいお値段しちゃうんで、そこまでは買えないんですよね。一応これ誰か9000、ごめんなさい、9500円って8両運転ってあんのかな。まあもう今じゃね、6本ぐらいの車両がデビューしてるんで、多分連結しててもおかしくはないと思うんですけど。どうなんですかね。あー、でもそうです。やっぱり9500系同士でも、連結もあるみたいですね。なるほどね。まあだから、そうか、あれか。まあ今回多分ね、トップナンバー第2編成なんでね。そこがどうなるのか。まあちょっと面白い気がしますけど。そうですね。悪くはないのかなと思いますね。ちなみに、こう、7ヶ月ぐらい前か。去年の6月には、この4両編成の方は、第7と第8が運ばれてるみたいですね。あと、2両編成の方は、すいません、わかんないです。ごめんなさい。まあ、そうですね。意外と、まあ、2両編成の方も出るのか。まあ、たぶん4両編成はね、これでは出ないと思うんですけど、なんかまあ、床下機とはね、変わったりしたら多分、まあ、新規設定の床下で出るとは思うんですけど。まあ、ちょっとね、個人的には今、GM は面白いのかなと思いますね。ただまあ、ちょっと今回のね、追加新規発表これだけだったんで、まあ、ちょっと寂しいかなって気もするんですよね。まあ、おかげで被弾しなくて済んだんで、
一応だから今現在ね、GM に関しては、俺来月発売のイメージしかないんですよね。生産予定表。まあごめんなさい、最近ちなみに GM の俺操作しかんねえ、しないんだなって思って。1月17ってことはいつだ ?14。問屋これ日曜日じゃね ?17 って確か日曜日な気がするんだけど。そうそう、あ、ごめんなさい、17月曜日だ。問屋着が17月曜日ってことは多分店頭で並ぶのは、そうですね、早くて、まあ来週の水曜日とか、まあ多分19日とか20日って感じしますね。ちなみにそれで名鉄が出荷されるんだ。面白いな。一応名鉄6000号だっけ。ああ、鉄亀的ですか?あ、違った? あんまり名鉄がしかないんでごめんなさいね。小田急ってこれ、あれ、もともと12月じゃなかったっけ?確か、キットかなんかもね、確か、ジェームスとあるはずなんですけど。まあいいよ。まあ一応、あと1月18ってことで、ね、なぜか2日連続で出荷されるんで、ちょっと面白いなと思うんですけど。あ、ごめんなさい、18か。18出荷なんで、まあ多分こっちも店頭に並ぶのは早くて、まあ来週の金曜日とか。まあ下手すら土日って可能性もあるんでね。まあ近鉄の方ご注意と。あと1月下旬に京成、西武。あ、京急のやっぱり6、650型やっとれるんだ。正直俺、京急ちょっと欲しいんだよな。俺が持ってる600系ってジャンク扱いなんで、帯が欠けてたり、SR アンテナがなかったりで、結構ちょっと悲惨なんですよね。しかも京急アンテナ1本折れちゃったんですよ。こっちのごっつ、あの、でっかいごっついやんてな。それが一本折れちゃってるんで、まあ一応屋根にはくっついてるんですけど、まあ接着剤で固めればね、どうにかなるんで、まあ薄く接着剤で固めようかなとも考えてはいるんですけど。で、一応俺2月はね、ああ、これっすね。あ、落ちちゃった。あ、これっすね。俺今のところ GM に関しては2月のこれ、東京の幕式しか予約しないんで、確か4万だっけ ?231 の225だった気がするんだよな。違ったっけな。もう完全に記憶はない。しかも来月はね、マジでね、トミックスの方もね、がっつり来るんで、結構予算かさむんですよね。まあ、おかげで今月はね、NGG 少ないんで、まあ、ラッキーって感じですけど、その分10個買っちゃってるんで、ね。あ、値段こっちに書いてあると。まあ、フルセットかって4万7000円なので、まあって感じですかね。どうかな?皆さん買ったのかな?この、東京の幕式。本当はね、高松が欲しかったんですけど、タイミング悪かったんですよね。個人的に高松欲しかった。あとは一応、メイツの5300系。こっちが、これ引退済み?ああ、そうですね。3年前の引退か。なんかこうやって一時代気づいた電車いっぱいあるって引退すると寂しいですよね。5700系。あ、6両あったんだ。あんまり知らねえんだよな。今の5000系で、5300系とかって、俺個人的に2両編成とかのイメージが多かったんだよ。まあ、あとは、そうっすね。まあ、貫通ホールとかが、出たりとか、まあ、パーツ類か、塗装、塗料とか。3月に西武、東急。あ、で、京急がここか、6両編成。で、名鉄。これかな?多分俺が言ってエコムーブトレインとかの車両って。しかもね、こんな車両だった気がした。今は知らん。今あんのかな?エコムーブトレインってまだ。あ、確か、ジーム出してるはずだな、1本ぐらいは。あれ、ジームだっけな ?GM か、GM 製造の別の業者から確か出てる気がするんだよな。名鉄、阪急。まあ、でもとりあえずそうですね。まあ一応今現在ジムに関しては俺も予約がないので、まああとはマイクロが何回とか、まあそうですね、加藤が機関車2台とかなんで、そうですね。まあちょっと面白みとしてはまあまあかなって感じですね。まあ一応とりあえずね、今10時40分ぐらいなんで、ね、まあ、この動画先に上げちゃって、どうしようかな、この動画上げようかな。ちょっと悩んでるんですけど、まあ、もしかしたらこの動画お昼過ぎに上がってるかもしれませんので、また、あ、俺がだから、あ、こいつ生放送見ながらなんかカップラーメン食いながら動画上げてるなと思ってくれたらね、ありがたいかなと思うんですけども、まあ、とりあえずね、そんな感じなんでね、まあとりあえずはね、今回の被弾はなしということでね、まあ、ゴミックスの方、待ちたいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。